リリースラッシュ。音声メディア関連ニュースまとめ2023年5月第2週をお届けします。大型連休も明けてラジオトークのイベントや企画などが目白押しです。しかも今回リアルイベントも開催ということで、ラジオトークファンをさらに増やしそうな勢い。また新人育成の企画の第2弾も始まり、その勢いはさらに増して。それでは早速学んでいきましょう。おはようございます。クリエイターの香川です。いつもご視聴ありがとうございます。それでは週末ですんで、音声メディア関連ニュースまとめ早速いきましょう。まずはホットトピック、ラジオトーク本社に集まろう、新人トーカー交流会開催です。いやー、なんかついに感染症対策の期間も明けたなという感じですよね。リアルイベント本当各所で行われてましたけど、では早速記事を見てみましょう。初心者向けラジオトーク本社に集まろう、新人トーカー交流会開催、応募期限5月18日と。はい。ラジオトークを始めてから日の浅い新人配信者の方々に、より配信を楽しんでいただけるようオフラインで集まる交流会イベントを開催します。ぜひこの機会に他の配信者の方と交流を深めて、ラジオトークの輪を広げましょうと。すごいですね。リアルイベントと言いますと、感染症の前はね、ボイシーがこうなんか定番という感じでしたけども、ラジオトークもファンを増やすべく今後もこういったリアルイベントを増やしていくんでしょうかね。ただ興味深いのは新人トーカーに限定しているというところなんですよね。しかも交流会は最大で20人を予定していると。ですから応募が多数の時は抽選なんですよね。1テーブルに4名着席し、イベント MC が自己紹介をお願いしますなどなどですね。本当にこう新人さんを迎えるホスピタリティあふれる内容になってるんですよ。ですのでラジオトークを始めたばかりの人はぜひ応募してみてください。概要欄にリンクを載せておきます。というように本当にイベントラッシュなんですよね。次が新番組教えて聞かせてラジオトーカーシーズン2ということで、その第2弾がまた行われると。それから優勝コイン、なんと 12% 割引セールと。そうなんですよね。各音声メディアとかアプリでもコインって売ってると思うんですけど、そう、割引セールって全然やっていいのになとか思ってたんですけど、ラジオトーク開催ですね。それからあとお題トークのトーナメント、ついにですねベスト16が決まったということで発表されていました。それでは戦略テック関連いきましょう。まずはこちら、ボイシーの2023年1月期決算は最終損失4億3400万円ということですね。まあボイシーですとかラジオトーク、まあいわゆる官報というものに決算広告を載せていまして、報じたブログメディアがあります。で、そのブログメディアによりますと、前の期、去年の1月期は最終損失3億4700万円と。まあ、売上がどれぐらいだったのかはわかりませんが、損失額は増えたということですね。非常に好調な感じのするボイシーですけども、黒字化のこう何かきっかけは実はつかみあぐねてるということなんでしょうか。実際ボイシージャーナルというボイシーのあのオウンドメディアあるんですが、そちらもう今年の2月から更新がないんですよ。先ほどのラジオトークの勢いとは対照的な印象ですね。ではどんどん行きましょう。 Spotify はビデオポッドキャストの特集ページを立ち上げてましたね。いやー、やっぱり YouTube のポッドキャストがもう確定路線になりましたから、 Spotify はもう全面臨戦態勢ということでビデオポッドキャストで迎え撃つということですね。それから Amazon が音声コンテンツの検索エンジンの会社を買収と。それからリスンという、ポッドキャストの何でしょうね、ポッドキャストのコミュニティサイトがあるんですが、そこがですねエピソード検索機能を実装しました。こちら実はポッドキャストの自動文字起こしを AI でしてくれるという、そういうプラットフォームなんですよ。ですから本当に文字で検索できて、文字起こしの部分をタップすると自動でそのタイムスタンプまで再生を進めてくれるといった超便利なサービスで、界隈では非常に今盛り上がっています。
それからスタンド FM もなんとアナログのイベント開催ですね。今までですね、優しい場所というコンセプトでいいね数の非表示ですとか競ういわゆる数字を表に出すということをあまりしてこなかったスタンド FM ですが、ついにですねランキングというもう正真正銘競い合うイベントを行うそうです。特定の投げ銭をどれだけ集められるかというバトルが繰り広げられるそうです。スプーンの DJ のイベント、それからルーター FM という音楽配信のプラットフォームで NTT データのフィンガープリントの技術、それから ASMR のハイレゾバイノーラル録音ができるイヤホン型マイクがラディウスから発売されたそうです。それではコンテンツコラム関連いきましょう。まずはこちら、ボイシー人気キャスター DJ ノビーによる週刊ノビータイムズプラスが配信開始と。ボイシーの超人気パーソナリティの DJ ノビーさん、なんと追加で独自のポッドキャストを開始するということですね。で、ノビーさん、私あんまり存じ上げなかったんですが、今回調べたところ、ほんとすごいですね。高校の頃からずっと DJ やられている金融にお詳しい方ということで、いやー、こういう稀有な方がですね、どんどんと音声配信増えていくといいですよね。では、どんどん行きましょう。ディッシュの矢部さんらが出演するボイスドラマが配信開始、それからオーディブルで湯布院機構のドラマ、それから VTuber の ASMR のラジオがスタート、ニューというカルチャーメディアと JWave のコラボ、それから人気ブログのディレイマニアさんがポッドキャストを開始、それからノートのスクール大学という、まあ、ノートのメディアがあるんですが、そこがですね、ポッドキャストをやっていて、ただそのポッドキャストが、リッスンという先ほど紹介しました、ポッドキャストコミュニティサイトで配信されていて、なんとそのリッスンなんですが、先ほどその検索をして、特定の文字をクリックすると、そのタイムスタンプにジャンプするという話をしましたが、その機能を使って、実はノートの埋め込みも、こう特定の字符で非常に綺麗にこう埋め込みができるんだそうです。実際、その記事を見てみますと、本当にこう文章が、例えば文章が100文字あったら音声が埋め込まれてる。で、タップするとそれを根拠とする音声が流れる。そしてまた200文字ぐらいバーっとあって、また音声が埋め込まれている。そしてタップするとそれを根拠とする音声が流れるというように、本当にね、音声からの引用がむちゃくちゃ楽に使われている、そういう記事をこの作る大学さんが書かれていました。これはね、ほんとすごい記事ですね。ですのでこちらのリンクは無料のニュースレターで配信している中に入っていますので、ぜひ皆さんクリエイターエコノミーニュースのニュースレター購読してください。購読のリンクは概要欄に載せておきます。音声広告データ関連行きましょう。まずはこちら、米国ポッドキャスト広告市場2022年は2400億円超の 26% 増、 Cネットジャパンです。いやー、米国すごいですね。まあ、日本もその YouTube の音声配信とラジコと合わせると、まあそれなりの額はいくとは思うんですけど、まあ、それでももう桁が2つぐらい違う感じですよね。ですから、この記事によりますと、ターゲットが少なそうなジャンル、例えば教育ですとかリフォームといった分野でも、ポッドキャストの広告があると。本当にその市場規模が大きいと、広い市場を狙わなくてもいいという業界も参入してくるんで、本当に好循環ですよね。特にポッドキャストは、特定のジャンルに特化して聞いてる人が多いですので、例えばリフォームですとね、一件受注すれば何百万、非常にこう、額の大きいものというのは、数をさばけなくても、一件、ポッドキャストでお客さんが見つければ、本当に全然 OK というジャンルですので、本当にいい循環ができてますよね。では、どんどん行きましょう。あとは、オーディオ機器を売却した時のなんかアンケート調査。確かになんかマイクを売るときって一大決心があるとか、そういうことですかね。ポッドキャストの CM に関する調査も出てましたね。あとは著作権 AI 関係ですけども、今週は AI 周りが多かったですね。Spotify が AI で生成した数万曲を削除したと。
それから国内の VTuber になりすまして Spotify に楽曲を投稿したことも話題になってました。それから大手イラスト SNS の Pixiv が AI を禁止にする発表をしたということで、 AI 周りがですね、音声関係でも本当に毎週のようにトピックが出てますね。はい、というわけで今週はラジオトークの動きが非常に目立った週なんですけども、ボイシー、スタンド FM、 そしてポッドキャスト勢、今後どういう動きがあるか注目が集まりそうですね。一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、カグアが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。週末はこんな感じに音声業界のニュースまとめをお届けしています。音声業界に興味がある方、そして音声ってなんか楽しそうだなと思っている方、ぜひぜひニュースレター購読してください。無料ですし、もちろんいつでも解除できますので、ぜひ登録よろしくお願いします。パソコンのマウスは静音タイプで、ボタンの大きいものをいつも使っています。というわけで皆さん素敵な週末お過ごしください。いってらっしゃい。